今日は池袋で3時間でした。メカトロニクス、いつも野菜たっぷり。今日も野菜切ってもう2個しかないよ。うん、どうも。あ、いっぱい食べたね。なんか私が食べちゃったの。わかりやすいね、ホワイト濃くてね、でブラック濃くになるの。ブラックって言ったらなんかね、いつも悪い方に。最高気温が35度以上の猛暑日が初めて200地点です。この絵がいいね。どんな絵が描いてきたの？間抜けな絵が描いてきた。おいしい顔で平和な顔で。もう完全に梅雨前線なくなったの。日本は忙しいね。天気予報っていう仕事が本当あれやね。元気があるかね。70歳でもすぐにバリバリだね。トランプ大統領なぜ習近平っていつもなんかムッとしてるの？習近平さんは。中国人ってあの表情があんまりないんだよ。いつもなんかムッとしてる。日本人と同じで。アジア系ってああいう顔してるじゃないの。こうした中、東京株式市場の日経平均株価は急反落しました。日本企業への影響がさらに大きくなるとの警戒感が強まったほか、円高の進行も売り注文を膨らませ、平均株価は一時580円を超える大幅な値下がりとなりました。終値は昨日に比べ453円83銭安い2万1087円16銭で、下げ幅は令和に最大となりました。